ベア2014号を引き立てた経緯、それから今日のタイトル、ランナー、これについて多少ご紹介いたしたいと思います。この初めての試みとお聞きいたしましたが、多くの皆さん、こんなにご出席で、私が実はびっくりしております。始まる前に、簡単に夏目市に近いとはどういう集まりか、短くご説明申し上げます。夏をお集まりいただいていただきまして大変ありがとうございます。日本でお亡くなりになった方の総数は125万人と、そのうち36万人が癌で命を失っています。こういう日であっても紫外線の対策は必要だということです。 UVA は肌の奥の深部まで到達して、やはり紫外線が皮膚癌とシミ、シワ、これの発生に関係することは間違いないと。それでオーストラリアとですね、イギリスですね、この国ではすでに子供を外で体育をやらせるときには遮光剤塗ってからやらせます。そういうふうにもう法律で決まってるんですよね。不節の痛み、あるいはこわばり、これを感じている患者さんなどが中心になります。体の体としてはですね、でその一番皆さんがよく知っているのは関節リウマチで、特にこの、アレルギー抗原病化の領域では日進月歩なんです。外科の方からしては医療法務の疾患の意で、まず脂肪性の肝疾患って広い範囲を言葉をかけてもらいますが、肝臓に中性脂肪というものがたまる病気の症状、お酒を飲まない人でこういう脂肪がたまると、ナフルディというふうに言われているんですね。そのつもりで言いますけど、乳がん検診受けた方いらっしゃいますか、今まで。子宮がん見つけてくる方はないんですけど、乳がんっていうのは自分で見つけられます。前立腺がんの患者さんの死亡率を減らそうとしているわけですが、日本ではもうちょっとこういう危機的な状態、どうにかしなきゃいけない状態になります。その中で最も代表的な前立腺がんの方向についてお話を進めていきます。だんだんこうなって黒くなっているのが前立腺のがんの広がっている場所です。これほとんど全身にがんが広がっている状態です。難聴をそのままにしておくと、普段困らないと思ってても頭の中の貯金は消えていく。で、耳が衰える理由、一つは騒音、それで二番目が動脈硬化。一番両手でなるべく触って、たごませますとゴムを束ねる感じで、とてもシワがないか濡れがないか、こういうふうにたごまっていないかを確認しながら履いていただくのが、でもこれですとやっぱりゴムの束になって抜けないので、思い切ってこう裏返しのままここを持ってきまして、かかとの部分まで来たらここをつまんでスッて抜くと簡単に抜けます。奥歯の内側とかっていうのは汚れてるんじゃないかと思います。少しずつ書いていただくと実際にどこが汚れてるのか分かると思うんですね。歯垢がね、つきにくいんですけど、つきにくい、ただその
いつもの銀歯が白かったりとかすると、もうそこにプラークがついてる。呼吸器とかそういうのをちょっと耳の方で聞いたんですけど、だいぶダメになったと思います。これからもよろしくお願いします。あのがんの、 あの手術の様子などなんかちょっと普段では見られないようなものをちょっとスライドで見せていただいて、楽しく本当にいろんなのね経験できて目になりました。本当にありがとうございます。毎年やっていただけたらありがたいなと思いますね。まして無料だし。そこが魅力です。